こんにちは、兄です。今週のお買い物動画なんですけども、今週はねこんな感じでお買い物しました。いかがでしょうか。動物戦隊ジュオージャーがねついに始まるので、ジュオージャー関係のものが多めになっております。そしてその他はみんなソフビですね。ソフビ以外ないと。そしてこの画面の中にはね映ってないんですけども、脇に1個箱があります。ここにね箱があるんですけども、ジャンクボックスでございます。ジャンクボックスなので、ここにね出すとね半分ぐらいを占めてしまうので、ちょっと脇に置いてあります。その話はちょっとね後にしていきましょう。それではね購入したものをちょっと見ていきましょう。まずは変身形態デラックスジュオーチェンジャー。これはねジュオージャーが変身する形態なんですけども、すごいね音がいっぱい入っていて盛りだくさんでございます。レビュー動画とね音声確認の方作ってありますので、興味のある方はねそちらで確認していただければと思います。次は動物獣拳デラックスジュオーバスター。これはねジュオージャーの武器なんですけども、剣モードと獣モードがある2モード変形になっております。変形の仕方がねキューブを入れ替えるって面白い形なので、興味のある方はねレビュー動画作っておりますので、こちらの方もね説明欄等から見ていただければと思います。次は動物合体デラックスジュオーキングです。これはねキューブを3つ重ねて剣をぶっ刺して変形っていうね、なんだかよくわかんないロボなんですけども、どうなんでしょう。まだね開けていないので、この後ね開封して遊んでいきたいと思います。次はジュオージャーのソフビです。こんな感じでねソフビを全員買ってきました。そしてジュオージャーからのさよならニンニンジャーということでね、ニンニンジャーのソフビも全員買ってきました。はい、いやーこれだけ並べるとね壮観ですよね。僕はね戦隊ソフビはね並べてなんぼだと思ってるので、どうだこのズラッと気持ちいいって感じなんですけども、戦隊ソフビ皆さんねぜひ買ってください。買ってくださいっていうか、もうソフビはね本当に今売り上げどうなってるのかわかんないんだけども、盛り上がってほしいんだよね。だからソフビやっぱり戦隊はね5人揃ってなんぼだと思うので、全員ね揃えてみてはいかがでしょうか。ソフビのレビューの方もね当然作っていきますので、またそれもね見ていただければと思います。次は仮面ライダーのソフビのセット、栄光の10人ライダーです。どうですかこれ、いいでしょう。10人のね仮面ライダーのミニソフビが入っているんですけども、すごく味わい深いです。これはレビューはちょっとやるかどうかわかんないんですけども、チャンスがあればね開けていって1個ずつ見ていきたいと思います。次は東映レトロソフビコレクションの仮面ライダーキノコモルグです。どうですかこれ、なかなかいいでしょ。顔はねすごいいい顔していて気も可愛いです。そしてねもう1個、はい、仮面ライダー V3 のテレビ映えも購入しました。このシリーズ最高です。でレビュー動画の方はね絶対作るんですけども、ちょっとねタイミングがうまく取れないっていうか、時間がなくてちょっとねここまで今手が回ってない状況なんですけども、必ず作ります。で以前購入したねアポロガイストと X ライダーもねまだ開封もしてないので、それもね開けてレビュー動画作りますので、ちょっとね今しばらくお待ちいただければと思います。はい、そして最後にこちらでございます。結構重い、この箱なんですけども、ジャンクボックスでございます。さっきね確認のために開けたんですけども、中身はこんな感じになっています。はい、ソフビのジャンクじゃなくて、今回はねガシャポンジャンクみたいな感じのものを購入したんですね。パッと見では HG なのかなっていう感じだったんですけども、はい、どうですかね。僕あんまり HG のことよくわかんないんだけども、オーズのラトラータですね。そしてはい、フォーゼのロケットステイツ、どうなんでしょう、多分 HG なんじゃないかなと思うんですけど、これが山のように入っております。あ、ちゃんとパッケージングされてるのもあるな。こんな感じ。これはでも HG じゃないな、いろいろあるね。そんな感じで、これがねどんぐらいあるんだろう、結構あるね、5、60体は入ってるんじゃないかな。中身をね確認していきたいと思いますので、そちらの方ね興味のある方は見ていただければと思います。はい、今週のお買い物はこんな感じでした。来週も頑張って動画の方を作っていきますので、お時間ある方はお付き合いいただけたらと思います。それでは次の動画でしましょう。バイバイ。男なら